なんという異様。以前戦った骨とは比べ物にならないね。ああ、どうやらあれはただの抜け殻だったらしいが。本体はここまでなんだ。遅かったの、若獅子たち。そして我が孫たちよ。おばあちゃん、あんたね、さすがに勝手に動きすぎでしょ。叶うならばこの手でケリをつけたかったが、だがここまで復活してしまってはさすがにわらは一人では無理じゃ。力も失っていることだしな。やっぱりそうか、グレンの魔王以上の存在。うん、復活したばかりといえ今の帝都も滅ぼしかねん存在じゃ。ここで調伏する必要はあろう。旅の試練、主たち今を生きる人の子らに任せよ。七組とやらの力、今こそ示すがよい。勝手なことを。だが確かに僕たちが果たすべき試練だ。負けられない。最悪に戦争どちらも起こさせないためにも、今こそバンダールの双剣で果たしてみせる。ラインフォルトが手掛けたものを抑止力以上にさせないためにも。帝都の暗黒、父より託された魂と剣を持って払うのみ。ミリアムさん、アガートラムもお願いします。うん、アーちゃんもクーちゃんも改めてお願い。明日からの決裁、みんなの笑顔と楽しい調べで迎えるために、この地によどんだ勝機を払うための大いなる翼となろう。とにかくこのデカブツをぶち倒しゃいいんだろうが。ここが最終局面の一つ、威力を尽くさせていただきます。まあ史上最高クラスの手配魔獣って感じかな。ええ、市民の安全確保と戦争の抑止果たさせてもらう。見ていて、おばあちゃん、後でいろいろと教えてもらうから。リータや知性についても洗いざらい話してもらうわよ。士官学院新旧7組、これより暗黒時代の最悪を阻止する。戦闘開始。最大限に連携し全身全霊をもって目標を撃破せよ。強敵だ、気をつけろ。敵ユニットの傾向を解析。うん、掴めた。来た、そこだ。続けていくよ。お返しだ、行くぞ。
倒せ、スレッジハンマー。僕の番だな。さてと、届け癒しの歌。助かります。サンクス。よし、くらえ。チャンスもらったわ。ええ、これはおまけよ。見切った。そこだ。続けていくよ。よし。崩れた。続けていくよ。僕の番だね。奏でてブルーンオーケストラ。僕の番だね。させない。見切った。崩れた。続けていくよ。負けないで。サンクス。お返しだ。よし、時の結界よ、砕けて。僕の番だね。アーク駆動。任せなさい。これは情熱的なお相手ですね。おのれ、やったな。手当てします。礼は言おう。任せろや。火をつかめ、ノーブルライズ。俺の番だな。
もらったぜ。いいだろう。アークス駆動。いくよ。ありがとう。助かりました。はい。それ。任せろや。くらえな。こいつはおまけだ。油断大敵ってな。チャンスだ。やり。私の番ですね。いいだろう。私の番ですね。アークス駆動。任せろや。任せるがいい。ひざまずけ。せいや。それ。
ぬるい。やったな。私の番ですね。あまり見ないでください。バキュー。俺の番だな。私の番ですね。アークス駆動。任せろや。さーて、くらえな。こいつはおまけだ。油断大敵ってな。悪くはない。俺の番だな。聖なる盾よ、守護せよ。強化する。俺の番だな。任せるがいい。行くぞ。ダン。今だ。続きます。いいぜ。
さーて、くらえな。こいつはおまけだ。油断大敵ってな。崩れたぜ。やり。相手にとって不足はない。私の番です。アークス駆動。俺の番だな。ありがとう。あなたに感謝。私の番だね。せーの、キャッ！はあ！とどめ。私の番だな。で決める。デファーウィング行くぞ。砕け散れ。崩したぞ。やり。まい。下がれ。崩れた。行きます。行きます。甘い。崩れた。スキル。お返し。行くぞ。私の番だね。せーの、キャッ！はあ！とどめ。さてと。いきます。トランスフォーム。シンクロ完了。ゴー、アルカディスギア。よーい、ドン。武竜力展開。勝者。とどめです。はあ、ドン。行くぞ。行くぞ。下がれ。崩れた。スキル。これで終わりだ。
ゼムリアの武具が必要となろう。リーン・シュバルツ、今こそ役目を果たすがいい。ええ、アッシュ、君の機体も一緒に呼ぶ。はっ、任せろよ。来い、灰の騎士バリマール。おお、俺の番だな。はっ、今だ、ゲイ。俺の番だな。俺の番だな。はっ、今だ、ゲイ。俺の番だな。はっ、崩れたぜ、もらった。俺の番だな。はっ、今だ、ゲイ。いいぜ、もらったぜ。チャンスだ、来いや、しばるさ。分かった、もらった。あかん、ライオット君も。聞いているな、このまま押し切るぞ。セイ、ラテンギ、今だ、ゲイ。俺の番だな。もらったぜ、崩れたぜ、今夜しまった。分かった、もらった。上がれ、ライオット君も。もう終わりかよ。
これって、黒い正気。気をつけてください。赤を蝕んだ呪いです。ロゼ、用意してるんでしょ。うむ、あとは任せよ。何の因果か蘇って再び呪いを振りまこうとはな。ゆっくり休むがよい。女神の下で元に戻った。私たち夢でも見てたの？いや、現実だろ。プレロマ草も完全に消えていますね。異変の元凶が消えたからでしょうか。やれやれだな。全員命に別状はないわ。まあかなり衰弱してるけど。そうですか。よかった、最悪の状況にならなくて。これで危機は脱したと見ていいのか。ええ、おそらくは。どうなの、おばあちゃん。暗黒竜についてはひとまず一件落着じゃろう。それ以外の問題はともあれ。また思わせぶりなこと。さすがに今回ばかりはちゃんと答えてもらいます。どうして私たちに一言も告げずに帝国のあちこちに行ってたの？それに姉さんは一体今どこで何をやっているの？そう怖い顔をするでない。わらわにもわらわの事情があってだな。そういう秘密主義的なところがいつも後手に回る原因でしょ。姉さんが結社に入ったことといい、コウマ城が出現したことといい、だいたいおばあちゃんは食生活も含めていつまで経ってもだらしないというか。それはそのわらわなりに気をつけては。いつもこんな感じなのか。魔術以外はだいたいそうね。これセリーヌ、他人事みたいな顔するでない。主の方からもこの杓子定規に。おばあちゃん。まったく。でもさすがにどうかと思うわよ。あんたの使命は分かってるけど、エマには他人事じゃないでしょうし、それはビータだって同じでしょ。あの宝刀娘も余裕そうに見えて不器用というか、帝都に来ているのは確実だろうから尻尾を捕まえたかったんじゃが、どうやらかかったのは別のネズミらしい。まさか。青のジークフリード、まんまだ。そんなのって。話に聞いた。いや、それ以上か。
こたびの災厄、七組とやらがどう解決するか見せてもらったが、まさか伝説のお出ましとはな。赤い月のロゼのモデル、黄色のローゼリア殿。そういえばあの小説のヒロインは教会のシスターでありながら吸血鬼という設定でしたか。ああ、しかし確か妙齢の女性だったような。その事情がありまして。一応モデルは本人みたいね。そんな小説もあるらしいの。事実から改変されてるようじゃが、教会の連中と取引はしたが、属したことがあるわけでもなし。それと妙齢云々はじゃな、言い訳じみてるからやめておくか。まあここでのわらわの役目は終わりじゃ。黒がいれば締め上げたところじゃが、代理人相手ではの。おばあちゃん。じゃあんたまた。まだ野暮用があっての。月祭中には必ず声をかける。さらばじゃ七組の子らよ。あとは好きにするがいい。まったくビータと同じじゃない。苦労してそうね。うん、予想の斜め上であったが。それはともあれ妙なお膳立てをされたようだが、せっかくだ、ここらでやり合っておくか。君は。ああ、願ってもない。ほう。俺たち全員がある確信を抱いている。だが言葉で指摘してもあんたには無意味だ。そうなんだろ。ああ、俺に過去はない。あるのは用意された使命とそれを果たさせる退屈さだけだ。さて何人で来る。なんなら全員でも構わないが。できるわね。教官リン。3対1だった2年前とは違う。そちらが1人なら7組を代表してやり合うだけだ。剣を交えないと伝わらないものもある。まあそっちは拳銃だけだな。面白い。教官。おいおい、やべえんじゃねえのか。大丈夫、リーンだったら。ええ、磨き抜かれし八葉の一刀。灰色の騎士、いいえ、私たちの教官なら。見せてみろ、お前自身の価値を。構えろ、防御陣決心。こー神器こいつ。行くぞ。俺の番だな。
の番だな。聞くなと。行くぞ。行くぞ。はあ。や。行くぞ。構えろ。防御陣、撤進。前。遅い。マイ。下がれ。裁きを。くらえ。行くぞ。や。行くぞ。や。いける。俺の番だな。遅い。マイ。うなれ。螺旋撃を。そこだ。マイ。うなれ。螺旋撃を。マイ。俺の番だな。構えろ。防御陣、撤進。マイ。は。行くぞ。神道滅却、我が太刀は無。見えた。思ったよりもやるな。今日こそその仮面を取ってもらうぞ。何がジークフリードだ。カッコつけすぎだろ。そうじゃないのか、クロー。リーン。だから無駄だと言っている。来い、オルディーヌ。やっぱりか。でも
して一つ忠告しておこう。今回の顛末はイレギュラーに過ぎ、いやそれすら奴の計算かもしれんが。どういうこと？何が起ころうとしている？俺は代理人、是非を述べる立場にはない。勝負の対価として情報を支払うだけのこと。くれぐれも利子は求めるなよ。そういえば利子の方はどうなってるんだと。やれやれ、主戦度になったじゃねえか。待ってくれ、本当に覚えていないのか。少しは俺たちのことを。教官ディーン、もしかして私の役目というのは。今私は何を。ベルヌ社だったか。この軽さ、それに匂いは。あ、アッシュさん？なんでもねえよ。何か重要なヒントを見逃してしまったような。 いえ、ただの繰り言ですね。ギルド及び各方面に連絡、共和国隊員を18名確保。はい、危機は出しました。ランディさんや分校長たちは。うん、一旦蹴りはついたよ。場所は。いずれにせよこれで最終局面ですか。女神よ、叶うならば備えが無駄に終わってしまうことを。ご苦労だった。